はい、えー。皆さんおはようございます、えー。46日間チャレンジ、行政手続き法完全制覇の11日目、始めさせていただきたいと思います。えー、土日はレックさんの YouTube チャンネルの方でアップできないということだったので、私、個人の YouTube チャンネル、チャンネルって言ってもですね、あのー、全然まだ投稿できてないんですけれども、おそちらの方にいいアップをさせていただきますので、まあ、よろしければですね、チャンネル登録の方をしておいていただけると嬉しいです。さあ、11日目ということになりますけれども、 そうですね。この行政手続き法、徐々に徐々に頭に入ってきていただけたでしょうか。手続き法を通じて、まあ、築上解説をしながら、行政法という世界がすべてこう、つながっていくんだと。 手続き法だけ切り離してやるんではなくて、実はこれをやりながら具体例なんかを感じていただくことによって、不服審査法、事件訴訟法、地方治長、そして行政法、総論の世界がですね、えー、メモリーツリーのようにこう、どん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 ,どんですね、何かこう繋がっていく、バラバラにこう散らばったジグゾーパ,パズルがですね、繋がっていってなんか一枚の絵になる。 なんかそんなイメージが持ってたらいいなぁなんていうふうに思って、えー、やらさせていただいております。えー、まあこの行政手続き法、ね、皆さんが学習されている内容としましては、まずは行政手続きといってもですね、すべての行政活動についての手続きが記載されている、規定されているわけではなくて、 処分と行政指導と届け出と命令等を定める手続きというもう4種類のこと限定でえこの法律行政手続き法というのは定めているんだというのを勉強していただいたかと思いますとりわけその中でも処分が大事なんですよね第2章申請に対する処分5条から11条にかけてそして第3章不利益処分 12条から31条にかけて条文が規定されているということになりますけれども、今申請に対する処分5条から11条にかけて見てきたという形になります。5条は審査基準、6条標準処理期間、7条申請に対する審査応答、8条は理由の提示、9条情報の提供、10条校長会の開催等、 そして、11条はちょっとマニアックな条文という形で、結構読み飛ばしてしまう方も多かったりとかするんですけれども、まあ実際に結構ね、面白い形といいますか、まあ実務やってるとですね、こういうパターンっていうのが現れると、おお、なかなかね、えー、大変な、あこれは業務だな、なんていうふうに思われるのが、第11条にかけてということになります。第11条という条文になってまいります。 例えばなんですけども、これは私の事務所で昨年担当させていただいた案件なんですが、三重県の伊勢島あたりなんですけどもね、えー、海岸沿いにコンテナハウスをね、あの、バンバンって建てて、で、ちょっとラグジュアリーなグランピング施設を作りたいと。まあ、宿泊施設ですよ。宿泊施設を作りたいっていうことだったので、あじゃあまず土地の調査から入ろうということで、土地の調査してみたんですよ。そしたらね、あのー、一部やっぱ農地になっちゃってるので、 あこれ農地転用もしないといけないな。農業委員会宛てにですね、これはもう農地転用の手続き踏まなきゃいけないなっていうのが、まず一点ございました。え、プラス、え、三重県のあの辺のあたりって、自然公園法とかで守られてたりとかするので、え、自然公園法であるとか、自然環境保全法とかですね、そういうのもちょっと関わってくるんですよ。 ね、あるいはあの開発の許可も関わってきたりとかもしますし、うん、これはなかなか一筋縄にはいかないなぁ、なんていうことではあったんですけれども、今申し上げたように、目的は一個なんですよ、えー。そうやって宿泊施設を作りたいっていうことなんだけれども、で、土地を宿泊施設用に、まあ、変えたいということではあるんですけれども、 それに伴って、複数のですね、申請が関わってくる場合っていうのが出てくるわけですよ。今私が申し上げたのは、農地法に基づくですね、農地転用、農地転用の許可とかですね、えー、あるいは、都市計画法に基づいて開発の許可が必要であるとか、自然環境保全法に基づく何かしらの許可が必要であるとかですね、届出が必要であるとか、まあこういうのが関わってくる場合というのがあります。 1> 第1 11条の条文ちょっと見てみましょうか。そんなイメージをしながら11条の条文を見てみましょう。 タイトルが複数の行政庁が関与する処分ということになっておりますよね。第11条です。行政庁は申請の処理をするにあたって、他の行政庁において同一の申請者からされた関連する申請が審査中であることをもって、自らすべき許認可等をするかどうかについて審査、あまたは判断をことさらに遅延させるようなことをしてはならないというふうに書いてありますね。この条文というのは、例えばなんですけれども、 農地法の、に基づく農地転用の許可え。そして都市計画法。あるいは自然環境保全法。まあこういうのがですね、並んでいたときに、えー、全部部署が違うんですよ。おね、たや農業委員会だし、自然環境とかについては、えー、確かですね、あの、環境省またなので、 えー、私はね、今回やったもって、自然公変法とかだったので、これも、おまあ、環境省のもとにですね、置かれている、各地方部局みたいな形で置かれているところにですね、あの問い合わせをして、えー、お話をしていったっていう感じなんですけど、全く別の部署がですね、えー、管轄してるわけですね。一つの行政庁じゃないんですよ。そういうような場合に、例えば、うーんそうですか、じゃあ先にね、あの、これはあの農業委員会の方でやっといていただいて、で、農業委員会がストップして、 るのでであれば我々も審査できませんねみたいな形でですね、えー、向こうがやってないからうちも審査が止まってるんですよね、えー、そういう行政庁がお互いにそういうことを言い始めると全然審査進まないじゃないですかだからまあやれる仕事というのはですねそっちでできることはそっちでやってくださいよということなんですよねただとはいえね順番であったりとかして うん、A 行政庁の方で判断してくれないと B 行政庁に進めないなんていうものっていうのも、やっぱり法令見ていくとですね、えー、まあ、たあります。 ここで言ってるのは、ことさらという言葉を使っておりますけれども、まあこのこと、ここで言うことさらっていうのは合理的に理由なくっていうふうに読み替えてしまうと分かりやすいと思いますけれども、合理的理由なくですね、向こうが審査してるから、だからうちは審査まだできないんですよ、みたいなことを合理的な理由なくですね、言うことは、それはダメなんですよ。 まあ野球でいうところのあのお見合いですよね。あレフト、レフト、センター、センターなんてお互い言い合って、言い合ってですね、結局どっちも取らないみたいな、そういうことはやめてくださいよとお。まあ野球、まあ分かる人は分かるかもしれませんけど、そういうお見合いプレイみたいなね、そういうのをしてはいけませんよっていうのが、第一項になります。 そして、第2項のところになりますけれども、この第2項のところでバシッといい感じで個別法で、えー、当てはまる具体例が、なかなか難しいなと、あの、なんか石油パイプライン事業法っていう法律であったりとかですね、まあなかなかマニアックでイメージがつきづらいななんて思ってたんですけれども、えー、結構いいのありました。 えー、感染症の予防及び感染症の患者に対する、えー、医療に関する法律っていうのがあるんですけれども、ここのね、あの、条文の54条っていうところを見たらですね、えー、鳥、まあ、インフルエンザとか、そういうあの、 おう、まあ、動物にかかったですね、そういった感染病が、まあ、人にうつる可能性があるというものってあり得るじゃないですか。で、そういう場合には、指定された動物なんかに関して、で、輸入を禁止するっていうことになるんですね。輸入なんかを禁止しますよと。こういうことになるわけなんですけれども、ただ、 もし、その、感染をさせる恐れが高いものとして、えー、精霊で定める動物、それを指定動物ってここでは呼んでるんですけど、指定動物でも、えー、どうしても何か輸入しなければならない特別の理由があると。例えば、あの、ちょ、まあ、研究目的で、医療研究目的で輸入せざるを得ないとかですね。まあ、そういうことがあったような場合というのは、 厚生労働大臣及び農林水産大臣の許可を受けた時というのは、あまあ許可が降りた場合には輸入ができますよっていうふうに書いてあるんですね。ここで言うところの厚生労働大臣と農林水産大臣の許可を受ければよいというこの書き方はまさに11条の第2項なんですね。要するに、 一つの申請なんですけれども、えー、二つの行政庁の許可が、まあ、二人のですね、大臣の許可が必要になると、こういうようなパターンが想定されます。あとはですね、なかなかこういうパターンって少ないんですけれども、うん例えば、道路法とかを見ると、道路占有許可とかですけれどもね、道路占有許可とかで、 えー、例えば、どこがいいかな。32畳か。 え、道路法のですね、32条。これ、道路占有許可って結構行政書士業務だと関わってくること多いですね。私もあの、ドローン申請なんかをしたりとかするときって、道路の上で飛ばすときっていうのは、まあ、道路使用許可、道路占有許可、まあ、こういったものがですね、関わってきて、え、道路でもね、道路法と道路交通法っていう、まあ、二つの軸でですね、あの、パラレルにこう、走っていったりとかしますから、なかなかね、深いんですね。道路は道路で、関連法規見てると深くて、それはそれであの、 また脱線してめちゃくちゃ喋ってしまいそうなので置いておきますけれどもあのこの道路占有許可とか見ると32条の5項とかを見ればですね道路管理者道路管理者っていうのはまあ都道府県知事とかあるいは国道とかだとあの国土交通大臣がですね所管であったりとかするんですけれどもこの道路管理者は、えー、まあ一定のその占有許可を出すときっていうのはあらかじめえその地域を管轄する 警察署長に協議しなければならないという書き方がなされていて、やはり、えー、ここは協議という書き方ですけれども、複数の行政庁が一つの申請において関わってくるというものが出てきたりとかします。じゃあ、行政手続法の11条の2項の条文をちょっと見てみることにしましょう。 えー、いつの申請まあ、一つの申請という意味です。えー、一つの申請、えー、または同一の申請者からされた、相互に関連する複数の申請に対する処分について、複数の行政庁が関与する場合においては、当該複数の行政庁は必要に応じ、相互に連絡を取り、えー、当該申請者からの説明の聴取を共同して行う等によって、審査を促進に努めるものとするという書き方がなされています。 先ほどの感染症の恐れのある動物の輸入、指定動物の輸入なんかに関しては、農林水産大臣と厚生労働大臣ですね、の許可が必要でしたよね。互いに許可を出さなければいけないわけですから、互いに大臣が許可を出さなければいけないわけですから、その二人でですね、やっぱり相互に連絡を取り合って、えー、まあ あ申請者からのですね、説明の聴取を共同して行うというような形で、協力体制で審査の促進をするように、えー、努力しなさいよというふうに書いてあるということになります。まあ、11条のところというのは、えー、第1項で、そして第2項は努力義務という形になってますけれども、えー、事例を考えていくとですね、なかなか結構、ーハードルの 高いといとうかですね難易度の高い許認化についてのことが想定されているという感じがしますね。えー、こういう難易度の高い業務をやると単価も高いわけで、えー、しかも、なかなかやれる先生というのが少なかったりとかして、それだけでも結構差別化が図れてしまったりとかするんですね。 ぜひですね、この行政法の世界を意識しながら、あそしてそういう個別法で、あ、マニアックな申請があるんだな、なんていうのを意識していただけると、行政書士ができる幅というのが、えー、非常に広いということに気づくんじゃないかな、なんていうふうに思っております。はい、えー、ということで申請に対する処分5条から11条にかけて、す、え、べ、ー、て網羅したということで、えー、今日は終わりにしましょうお。皆さん、お疲れ様でした。